た明石さんに恨まれますよ。運転手さん飛ばしてね。頼むわ。今日も鳥貝女子にしてやられか。一旦仕事となると敵同士だ。明石さん、残念ながらここのところ黒星続きですね。ねえ、早く兄さんと結婚しなさいよ。どうせ一緒なんだし、まさかご亭主を出し抜くようなことはしないだろう。我が社のためにもなりますよ。入れさんじゃなくて、まあ鳥貝さん、やっぱり入れさんだったのね。どうなったの一体。ミミさん、私正気なの？えらい剣幕だね。知り合いかね？上学校時代の親友よ。立品事件の嫌疑者が幽霊さんだなんて間違いにも程があるわ。間違いであってくれればいい。同感だよ。疲れたでしょ。おい清水君、しばらく休ました方が良さそうだ。どうしたっていうの？うん、まあかけたわ。この前の記者会見で君も知ってると思うんだが、一週間ばかり前、信州蓼科高原にある実験物理学で有名な麻耶博士の別荘が全焼したんだ。それで火事だけだったら問題はなかったんだが、焼け跡から黒焦げになった男の死体が発見されたんだ。男というと3日前から別荘に泊まっていた博士の助手の菅八郎以外にはいなかった。東京から駆けつけた博士も焼け残りの着衣などから八郎に違いないと証言した。ところが検証の結果、死体の前額部に鋭い刺し傷が発見されてね、他殺だと断定されるに至ったんだ。そこまでは知ってんのよ。でも入江さんに嫌疑のかかったのはなぜなんです？うん、小畑さんは博士夫人の命でちょうど1ヶ月ほど前からこの別荘に泊まってたんだ。ところが事件当日のアリバイがないんだ。別荘は蓼科温泉からかなり離れた山の中の一軒家で、火事が起こったのは小畑さんが野々村兼という女中と一緒にかなり離れた温泉の町まで買い物に出かけた留守の間だったんだが、行く先を調べるとどうしても1時間ばかりブランクができるんだ。問い詰めると山道で急に痙攣を起こしたので、その野々村兼という女中が温泉の町から呼んできた医者の手当てを受けた。こう答えた。
心があんまり苦しかったので、その医者の名前はもちろん顔も覚えていないと言うんで。でも小さい町なんでしょ。医者は一人しかいないが、おばさんを手当てした覚えはないと言うんだ。じゃあその女中に聞いてみたら。困ったことに、その野々村兼という女中が火事騒ぎの最中に姿を消してしまって、いまだに行方がわからない。結局のところ、大橋さんのそのアリバイは成立しないんです。事件の関係者が全部東京にいるので、警視庁に移聴してきたんだ。調べてみると、この事件は内容が実に複雑を極めているんだ。まず麻薬そのものが不思議なうちでね、人工の虹の研究に没頭している博士は、今の金持ちの夫人のところに繊細の子供を二人も連れ込んだ。長男は何だかわけのわからん絵を描くし、次男は家でしたっきり、未だに行方が知れない。その連中は揃いも揃って、キチガイと紙一重の変わり者ばかりで、話しているとこっちの方が怪しくなってくるんだ。友達だってね。たとえアリバイが立たなくたって、まさか入江さんが。ねえ、入江さんに会わせてください。私よく聞いてみたいんです。きっと何か言えないことがあるんだわ。ねえ、お願いです。じゃあちょっと失敬。じゃあお願いしますね。もう少し冷静になりたまえよ。なぜ、なぜなの。いや、清水さんから聞いたんだけど、あの人以外に容疑者はなさそうじゃないか。ゆりえさんがそんなことするはずないわ。だから冷静にならなきゃいけないって言うんだよ。僕たちが毎日ぶつかってる事件を見たまえ。思いがけない人が恐ろしい犯罪を犯してるだろ。ゆりえさん、お力になるわ。話してちょうだい。私ならどんなことだって言えるでしょ。ね、何もかもおっしゃって。ありがとう、ミミさん。でも私、本当に覚えていないのよ。見てくださるわね。私絶対にあんな恐ろしいこと。信じますとも。でも何か心当たりはないの。あいつだわ。あいつに違いないわ。誰、誰なの。虹男よ。虹男。虹男に決まっているわ。何なのよ虹男って。ミミさん、聞いてくださる。麻薬にはね、昔から一応神聖なものとして崇め、固い掟があるの。何百年か前、その掟を破って苦しみした人があったの。それからというもの、口から七色の虹を吐く悪魔が付きまとうようになった。それを見た者は必ず変死するという伝説がある。麻薬をご存じないからです。あのうちには確かに虹男の呪いがかかっています。家中がみんな虹に取り憑かれた人たちばかりです。虹の伝説をバカにしてきた
次郎さん、とうとうあんなこと。駅のそば、駅前の交番に連絡して付近を捜査するんだ。うん、虹、この雨の中。博士のお目にかかりたいんですが。
実は小畑百合さんのことで。百合のことでございます。ああ、よくおいでくださいました。さあどうぞあちらへ。さあどうぞ。百合はどうなんでございます。最近のうち一旦帰れるかもしれません。まだ嫌疑は全面的に晴れたわけじゃないんですが、体が具合悪いよ。体が。さあどうぞかけ飛ばして。ああ大したことはないようですが、精神的にだいぶ。かわいそう。早く戻ってくれませんと。私はこの家で肉親の命のあの子一人が頼りなんでございますのよ。いや、あなたですか。その家に訪問客があるとは珍しい。ことに新聞社の方と来ては全く空前の出来事ですよ。僕が当前家の長男勝野です。どうぞいたしく。もう一人、豊彦って弟がいますが、ついでに呼びますか。勝つんだ。まあいいじゃありませんか。どうせ新聞社の方は知りたいことを全部聞いた上でなきゃ帰りはしませんよ。それより手っ取り早く話し合った方がお互いの手間が省ける。ね、そうでしょ。この弟も僕同様、不肖の子でしてね。5年ばかり前に家出して行方不明だったんですが、最近引き上げてきたとか言って、昨日ひょっこり帰ってきたんですよ。この弟の家出についちゃ父も母も大いに責任があるんですがね。余計なことは言わんでね。別に隠さなくたっていいですよ。僕と豊彦の母は死にましてね、父は二度目の結婚をして、まあ何のことはない入り婿という形で僕たちもろともこの家へ入り込んだんです。豊彦はそれが面白くないところへ持ってきて百合さんに一目惚れしてしまったんですよ。ところがこの母は気味の悪いほど名の百合さんが可愛いと来てるからたまりません。たちまちこっぴどくやっつけられ、向かっ腹を倒してわずか2ヶ月ばかりでこの家を飛び出してしまったんです。僕だってこんな家に何一つ執着がないんですが、どうもアトリエが必要である関係上、やむなくここにくすぶってる始末ですよ。お、来た来た。あれが豊彦です。5年も会わなかった上に翌流土産のひげと人相の悪い色眼鏡です。すっかり顔を見違えましたよ。これでまあ季節でして麻薬の顔が揃ったんですが、何かご質問ありませんか。ゆうべ野々村カネさんが死にました。え、カネが殺されたんです。まあ、あのひどい雨の中で虹が見える、虹が見えると叫びながら。次の悲劇は来たるべくしてついに来たか。菅八郎、野々村か、二条男の狙っている第三の生き贄は誰だろう。あなたがいけないんです。恐ろしい虹の伝説を知りながら、あんな虹の研究なんかに被害のようになって、みんなあなたがいけないでございます。女子がいないと大変でしょう。そういえば亡くなった菅氏は女子というより家族の一員だったそうですが、何か人に恨まれるようなこともあったんですかね。殺されるっていうことはよほどのことですからね。子供の時霧を吹いたりシャボン玉の表面に出る虹を見て喜んだもんですが、我々の知識じゃ大気中の水滴が日光を屈折分散させることが虹であるぐらいの程度です。一体学問上人工の虹を作るのにどんな意義があるんですか。大宇宙が今膨張しつつあるという学説をご存知かな。この学説の理論を実験物理学的に人間の感覚に裏付けるもの、それが虹だ。つまりこの分光器によるスペクトルがそうなんだ。一
このガラスの塊を通して無限の彼方から来る天体の光を分解して虹を作る。こんな意義のある実験はありませんよ。じゃあ先生はいつどんな時でも人工的に虹を作ることができるんですね。虹はあらゆる場所に常に存在しておる。だから科学的手段さえ取れば必要な時随に作り出せるわけだ。研究もいいがあんまり深入りせんことですな。ユリエ、大丈夫だったの？どんなに心配してたか知れないね。さあ、とにかくおやすみなさい。虹男はいそうなうちだよ。取りつかれないように気をつけるんだね。この小塚は八郎氏の死体の付近から掘り出されたものですが、鑑識の結果明瞭に人間の血が付着していることが分かりました。しかも死体の頭蓋骨の奥に先の折れた小部分が残っていました。つまり凶器は明らかにこの小塚です。それからこの紫髄鞘は死体の歯の間に挟まっていたものです。指輪から取れたらしい形跡から見て、おそらく格闘の際被害者が噛み切ったものだと思います。尾形さん、この小塚も指輪もあなたのものだという証言があるんですよ。私のでございます。でも小塚は以前から使えます。指輪はだいぶ前になくしました。なくした？いつ頃です？1年ほど前だったと。おばさん、これはお母さんの形見だそうじゃありませんか。そんな大切なものをなくすなんてちょっとうなずけませんね。あなたはもう土壇場まで来てるんですよ。ただ一人の証人である野々村兼が死んでアリバイは成立しない。その上この二つの証拠品はかなり決定的です。我々ははっきり納得させる説明ができない限り一緒に来てもらうよりかに仕方がないです。警部さん、なぜあなたまでそんなふうにユリエをいじめるんですか。奥さん、誤解なすっちゃ困ります。我々は一日も早く事件を解決するために努力してるんです。でも皆さんで寄ってたかってユリエのこと。さあ支度してもらいましょうか。指輪のことさえはっきりしたらユリエさんは行かなくてもいいんですか。あなたはご存知なんですか。その指輪、ユリエさんが死んだ八郎にやったんですよ。嘘をしや。ユリエが八郎に指輪をやるわけないじゃありませんか。あなたは知らないが、八郎はユリエさんが好きだったんですよ。何ですって？それも相当強烈だったらしい。あるいは指輪ももらったというより奪い取ったのかもしれませんがね。嘘、みんな嘘です。ユリエ、あんたはこんな恥ずかしいことを言われて黙ってるの？なぜ返事をしないの？さあ皆さんの前ではっきり嘘だとおっしゃね。奥さん、お待ちなさい。あなたはそれをどうして知ってるんですか。八郎がそう言って見せてくれましたよ。いつどこで？火事の前の日、別荘と山一つ隔てた温泉場の町で。どういう用件でその町へ行ったんです？用件？5年ぶりでみんなに会おうかと思ったんですが、どうもまっすぐに別荘へ行く気がしなかったんで、八郎を呼び出してうちの様子を聞いたまでですよ。火事の当日はどこにいました？別荘へ行くつもりで途中までは行ったんですがね。
それを今までどうして黙ってたんですか。聞かれもしないのにそんなことまでいちいち言わなきゃならない義務でもあるんですか。じゃあ改めて聞きましょう。昼飯を済ましてから山越えの道をぶらぶら峠のところまで来て、何気なく麓の方を見ると林の中の一軒家燃えているんです。どうも八郎から教えられた別荘らしいので炭焼きを呼び止めて聞いてみました。お前さんに時代に本来が通ってきた時には何ともなかったにな。若い男はいるはずだが。八郎さんずらいたども追ってきたばっかりだ。それからどうしたんです。すぐ引っ返しましたよ、うん、どうして現場へ行かなかったんです。別に用があるわけでもなし、それにそんな騒ぎのところへ行きたくもありませんからね。しかし常識として。常識？あなたはこの家の人間に常識あると思っているんですか。そうですとも、みんな人間じゃない。ここは悪魔の巣なんです。悪魔の巣か。いいこと言いましたね。では悪魔の一人は退散することにしますか。ねえ、僕たちもそろそろ引き上げた方がいいだろう。お願いだからいてくださらない。何か恐ろしいことが起こりそうな気がしてならないんです。ねえ、お願い。お前がどうしてもその気ならわしにも考えがある。どうぞご自由に。しかし忘れちゃいけませんよ。それは実験物理学者前博士が学会から葬り去られる時だということをね。貴様静かに。人に聞かれたらどうします。勝田さん書いたの？なんて気味の悪い絵なんでしょう。いつでもあんな絵描くの？勝田さん、あれほど言ったのにまだあの絵を外さないんですか？麻薬のシンボルですからね。外してください。それでなくたってこのうちの人たちは二品取り憑かれた悪魔ばかりなんですから、今すぐ外してください。まあいいじゃありませんか。虹男と朝夕共栄するのもあんざら無意味なことはないでしょう。あなたは私を脅迫なさるおつもりね。わかりました。あなたもお父さんと同じように私の財産を狙ってるんでしょ。そうなんでしょ。しまこ、もう一遍言ってみなさい。何度でも言います。あなたは私の財産を狙ってるんです。財産ばかりか、この私の家まで取るつもりなんでしょ。誰があなたなんかに。その言葉を忘れるな。忘れるもんですか。さっきあなたは屋根裏で何をしていらしたんです。私みんな聞いてしまったんですよ。なんという恐ろしいことなんでしょう。私黙ってるわけには参りません。明日になったら岡田警部さんに来ていただいて全部お話しますからね。もしもし、もしもし。あ、清水君。
ああ、どうだった。あ、ご苦労さん。住み行きは分かったか。ああ、そうか。それよかったな。うん？しかし、炭焼きが通ってしまってからだね。殺して、そして近道かなんかで先回りするとしたら一体どうなんだ。うんうん。うん。うん、そうか。うん、わかった。うん。どうもご苦労さん。じゃあ。豊彦のアリバイは完全だよ。だけど、殺してから駆けつけるって手もあるんじゃないですか。実際に測ってみると炭焼きが八郎にあって、峠まで行く時間のうちに八郎を殺して先回りするってことは絶対に不可能だそうだよ。閉めたと思った途端にたちまち有力な星が県外にそれてしまったよ。まあ、あなただったの。どうしたの。あなた何か隠してるのね。今まで何でも打ち明けてたじゃない。さあお話してごらんなさい。どうしたんだ。泣いてるのか。ゆりえさん、話してくださらない。何を苦しんでらっしゃるのよ。きっと助けするわね。お願いだから打ち明けてちょうだい。ミミさん、
私には誰にも言えない秘密があるの。秘密？みんな話してね。誰も言わなくてよ、ね、お約束するわ。私ね、先生を呼ぶんだ。に至急来ていただきたいんです。え、私は昭和日報の鳥貝。小畑入江の指紋以外何も発見できないんですか。ちょっと皆さんにお礼を願いたいんですが。水を汲んできたのはこのコップですね。水を取りに行って部屋を開けた時間は三四分だったと思います。するとそのわずかの時間に誰かがこのナイフを島子夫人の胸に突き刺したということになりますね。あ、皆さんは夫人が虹が見えると叫んだのを確かに聞いたんですね。何か飲まされたに違いないな。うん、早速解剖してみよう。しかし野々村かねの時と同様におそらく分かるまい。わずかに残された手がかりはこのコップだけなんだが、それもおばさんがきれいに洗い流してしまった。さっきお食事の時奥様何怒ってらっしゃいましたの。岡田さんに何かお話があるとおっしゃってましたわ。いや、何でもありませんよ。家庭内のくだらんことです。どうも家内は最近ヒステリー気味で何でもないことを大騒ぎするんですよ。
兄さん、兄さん、俺殺される。助けてくれ。兄さん、兄さん、助けてくれ。助けてくれ。助けてくれ。兄さん、兄さんどこだ。殺されるんだ。助けてくれ。助けてくれ。兄さん、兄さん。落ち着いたらしい。命には別状ありません。しかし何分頭を強く打っておりますから、元取りになるかどうかちょっと気がかりですが、まあできるだけ手を尽くしてみましょう。じゃあ、また昨夜二条男が現れたんだって。絶対に入れさんじゃありませんわ。私昨夜ずっと一緒にいたんですもの。それに博士が騒ぎ出すほんの少し前、私みんなの部屋を覗いていたんだけど、その時博士は確かにブドウ酒を飲んでいたのに、後で気がついてみたらもう影も形もないんです。確かにあのブドウ酒が怪しいわ。うん、面白いじゃないか。犯人がうまく隠したと思い込んでるブドウ酒を偶然君が見つけたんだからな。それがきっかけで星が割れる。怪我の巧妙でもいいから、そんなことになれば大したもんだがな。博士はブドウ酒を飲みながらこれを読んでいましたのよ。なんだ、薄汚いノートだな。矢島誠一郎、うん、なんだか聞いたようなのだったな。ほら、あの秀才を垂れながら逆境で死んでいた学者よ。確か前博士の親友だったはずですわ。とにかくあのうちの連中は全部まともじゃないね。次々と恐ろしい事件が重なっていくのに、誰一人として逃げようとしないんだからな。うん、虹のたたりさと言いたいところだが、みんな逃げ出せない理由があるんだよ。あのうちの連中はそれぞれ弱点が絡み合っていて、お互いに身動きが取れないんだ。事件の鍵はそこにある。案外このノートなんかも一役買ってるかもしれんぞ。おっしゃい、あなたも。何を言うんだ。卑怯ね、立石内に飛んだことがない、ちゃんと知ってるわよ。行くには行ったがね。それで何を嗅ぎ出してきたの。その次は隠しても顔に書いてあると来るんだろう。所詮口では太刀打ちできんから、潔く発表するか。ぶどう仕事機は比較にならん貴重な収穫だが、敵を愛せということもあるしね。もったいつけんのもうたくさん、早く行ったらどう。僕はこの事件の出発点である蓼科に必ず大きな秘密があると睨んだんですよ。でまず第一に百合江君を診察した医者を探そうと決心して足を棒にしたんだが、全然わからないんだ。で腐ってると
ちょっとしたことで僕の泊まっている宿屋にちょうど事件の頃野々村カレンの知り合いが泊まっていたことが分かってね。で早速東京へ引っ返してやっとそいつを見つけ出したんだ。野々村カレンのいとこで品川の薄汚いアパートにいる飲んだくれの医者さ。金に固く口止めされていたと見えて頑強に口を割らない。だけど僕は酒を飲ませながら粘り抜いたんだ。何を言いに来たんだ貴様。まあ待ちたまえ。免許証を取り上げられた今の君としては百合君を診察したことは絶対言えないだろう。それはよくわかるんだ。だが君が言わない限り百合君の潔白は立証できないんだ。君に口止めしていた金さんも最後には言う決心をしてここを出てったんだ。君がいつまでも黙っていてはあんなことになった金さんに対してもすまないんじゃないだろうか。頼むから言ってくれ。悪かった、言うよ。俺は言うよ。あの娘さんは妊娠してたんだ。まさか、信じられないわ。当然だよ、僕だって突然二の句は告げなかったよ。八郎のことはいつか豊彦がちらっと口を滑らしたが、まさかこんなことになってるとは夢にも思わなかったよ。みすみす疑われながらどうしても言わない百合さんの気持ちやっと分かったわ。うん、女の身としたらそうだろうね。野々村カネはそれを隠したい一心から思い余っていとこと一緒に姿をくらましたものの、百合君が婚姻されたのを知ってあの晩真相を言おうとして殺されたんだ。でもこれで百合さんのアリバイは立派に立ったわけでしょ。ねえお願いです、このことは私たち3人だけの胸にしまって百合さんには私たちが知ってることを内緒にしてあげてください。八郎さんはあんなことになるし、これから先百合さんが子供を抱えてどうして生きていくか、それを考えると私。君が覗いた時豊彦は何をしてたかね。寝ていましたわ。カツンドは。それは変なのよ、夜中だというのに夢中になって絵を描いてるんですよ。夜中に絵を描いて。どうだい、あの悪どい色彩と奇妙な構図は芸術的感覚じゃなくてこいつは確かに病的だよ。だがこの絵はまるで違う、あらゆる点で平凡極まる。徹夜までして描き上げたっていうには何か裏がありそうだな。裏？これを見たわ。まあ。ああ、そんなところにいたんですか。ちょうどよかった、カツンドさん。この絵をちょっと洗ってみてくれませんか。洗う？絵を？君はこの絵を洗うっていうのか？絵を見せたりしようっていうのか？芸術の暴動、破壊だ。君は。お嫌なら僕は洗いましょうか。岸田か君は、ちょっとでも立ってみろ、許さんぞ。
芸術の尊厳がわからんのか。芸術の尊厳。お芝居はよしたまえ。新聞の写真から引き写した絵のどこに芸術の尊厳があるというのか。下の絵を隠すために描いたに過ぎんじゃない。そうだ、だから俺は見られたくなかったんだ。僕はここのうちの奴らは大嫌いだ。そのうちでもあの母は大嫌いだ。いや、憎んでいた。無性に腹が当たって嫌がらせをやろうと思ってこの絵を描いたんだ。ところが母はその晩に殺されたんだ。この絵と同じそっくりな格好で、思いがけない出来事に僕は気が狂いそうだった。だから殺したのは僕じゃない。絶対に僕じゃない。ねえ、警部さん、僕は死刑ます。どうなすったの？ねえ、どうなすったのよ。ユリエさん。いいんだ。やっぱり。あなたにだけはお話しするわ。いいの、ユリエさん。おっしゃらなくても、あなたの苦しい気持ち、お察ししてたわ。これを言うと、私、きっと殺されるのです。え？でも決心したわ。殺されてもいいの。これ以上黙ってはいられないわ。大変なことなの。あのね、Thank you.
ちょっと遠慮してもらいたいんですが。あ、あんた行ってください。幸いに内出血もなく骨折もありませんが、ただ妊娠しています。またどうして落ちたりしたんだろうな。この手すりが緩んでるんですよ。僕も3年ばかり前うっかり持たれて落ちたことがあるんですがね。ほう、3年前にね。残念だな。何か飲ませることは分かってるんだが、絶対に尻尾をつかませない。とりあえず応急処置としてはあれでいいと思いますから。どうぞ大臣。どうだった？帰ってたのが良かったろう、あの人のためには。こう次から次と度肝抜かじゃかなわんよ。どうです、にじにじっていうか、一体何が見えるのかな。おそらく幻覚だよ。やめてください。きっとなんか入ってる。何をしてたんです？いや、別に。これは何だ？メスカリンだ。メスカリン？そうだ、
メスカリンだ。メキシコのサボテンの石から取れる興奮剤なんだ。これを塗れば世にも美しい色彩の幻覚が見えるんだ。虹が見えるってのはこれの幻覚のことか。そうだ。しかし俺は誰にも飲ませやしない。こっそり俺だけで幻覚の美しい色を楽しんでいたんだ。ところがいつの間にか影響が得てきてしまったんだ。俺の色彩感覚はメスカリンだ。俺の今はメスカリンの幻覚に過ぎないんだ。だがそれは言えない。どうしても俺には言えないんだ。兄貴も絵描きの端くれです。メスカリンの幻覚で絵を描いていたことは知れたら絵描きとしての生命はおしまいでしょう。黙っていてやってくださいませんか。僕は性格破産者的な兄貴に別に同情していいんじゃないんですが、どうも今までのことは兄貴がやったとは思えないんですよ。じゃあ誰だって言うんです。このうちの誰かが次々にメスカリンを飲ましていることは確かなんだ。こんなことは言いたくないんですが、実はユリエさんの部屋に親父の飲んだブドウ酒の瓶があるのを見ましたよ。あ、分かった。僕の上着はちょっとの間ユリエ君の部屋に忘れただけなんだ。メスカリンを入れることのできたのはあの人以外ない。何を言うの。ユリエさんがそんなことするはずないわ。立て品だってそうじゃないか。あの時はちゃんとアリバイがあったじゃないの。まあまあしたまえ。清水が来れば分かる。このノート知ってますか。見たこともありません。そうですか。博士は親友の研究を盗んで学位を取ったんです。親父ならそれぐらいのことはやりかねませんよ。学者として最も恥ずべき行為だ。博士はこの弱点を犯人に握られて何にも言えなかったに違いない。まあおかけなさい。このアルバムにはあなたと死んだ八郎氏との写真が一枚もないですね。そうですか。見たまえ。特に二人だけのがない。しかも剥がした跡がある。なるほど。僕アルバムなんか見たこともありませんでしたよ。あなたと八郎氏はよく似てたんじゃないですか。どうです。やっぱりそうだ。その瓶が決定的な証拠だ。あの女は自分も被害者を装って嫌疑から逃れようとしたんだね。岡田さん、そうでしょう。嘘よ、嘘だわ。あ、西田、今度は俺を殺されるんだ。俺が殺されるんだ。助けてくれ、俺は殺されたくない。助けてくれ、俺は殺されたくないんだ。これでいよいよ絶対絶命だね。君には気の毒だけど。動機がないじゃないの、動機が。じゃあ誰だよ。残ってるのはたった一人だよ。違う、俺じゃない。俺は二条男じゃないぞ。勝野君、豊彦君が家出をしたのは確かに5年前だと言ったな。博士がブドウ酒を飲んでるのを見たのは君一人だと言ったね。おい、豊彦はどうした。やっと収まりました。今寝てます。そうか。逃げ自宅かね、八郎君。八郎、何のことです。菅八郎は殺された。
と思ったのが我々の根本的な間違いだった。最前まで我々は君が豊彦であることを疑わなかった。ところが君は階段のところで3年前に落ちたとうっかり口を滑らした。豊彦が家で落ちたのは5年前じゃないか。君が八郎なら立て品の事件も簡単にネタが割れるんだ。八郎が豊彦を殺し別荘に火をつける準備をして人の通るのを待って、そして炭焼きに八郎の顔を見せてから家に火をつけ豊彦に変装して近道を先回りしたんだ。これなら時間的に十分説明がつくし、もともと豊彦と八郎は顔も似ている上に豊彦は長い間の留守だ。しかもヒゲと眼鏡は変装にはあつらえ向きの特徴だ。俺が犯人だという証拠がどこにある？君は窮地に追い込まれた苦し紛れから小畑君に嫌疑を向けようとして葡萄酒のことを言い出したが、事件の直前に博士が葡萄酒を飲んだことを知ってるのは鳥貝君一人だけなんだ。しかもその中にメスカリンが入っていることを知ってるのは犯人以外にないはずだ。しかし俺もメスカリンを飲まされた。そんな三文芝居に乗るとでも思ったのか。君は虹男の伝説を利用して魔焼けの人々を恐怖に陥れ、殺した豊彦になりすまそうとしたがたちまち見破られた。すると君はすかさず博士はじめみんなの弱点をつかんで脅迫して黙らした。だがそれも長くは続かず、夫人博士小畑さんは君の正体を暴露しようとしてその直前に相次いで君の非常手段に倒れたんだ。君が好きだった。君の体を奪い
吉子君を殺した。僕は人間らしい愛し方を知らない獣だった。全て僕の子供だけは人間らしい人間にしてやりたい。須賀君、その子供は君が自分の手で殺してしまった。ユリエさんが階段から落ちたショックで流産してしまったんだ。それから俺も出直した。もしもし、昭和日報。虹男の事件解決、犯人は菅八郎。たった今本庁連行されたよ。で、事件の経過はだね、僕、いや僕は新東洋の明石だからね。あんなことは構わんよ。とにかくね、これはお宅の鳥貝君の手柄でね。家には朝が来たのよ。もうこの地にも暗い秘密や歪んだ伝説はなくなったのよ。ゆげさん、さあ元気を出して、今までのことはすっかり忘れて未来のことだけ考えるんだね。どこ行ってたの？僕はどんな時でも仕事忘れないよ。出し抜いたのね。やっと締め切りに間に合ったよ。卑怯よ。